そうか。もう富山方面行ったらダメだ。福井福井。結構いいんだ、北の方にあるんですね。だから、この辺って。あ、だから港があって、そっか、物流拠点とかは、だからそっちの方がメインになってくるから、合理的か。ああ。実際この辺りとか、物流センターみたいなのがいっぱい見えますので、港湾系っぽいのとか。あ、そこ運河になってるわ。へぇ。運河信号がある。へぇ。全然やっぱ聞き慣れない地名がいっぱい出てくるから面白いな。さやまつ。へぇ。あと、とりあえず、この辺りで一回ちょっと。あれだけ入ろう。サービスエリア。まあ、トイレがしたいのと、単純に、一番ね、来にくい、サービスエリアの方になってくるんで、福井の方だったらね、まだまだ行きやすいね、あるパターンもありますけど。そっちはどんな感じなのかね。ちょっとそのあたりはぼちぼち拾っていきましょう。あたかは自販機ありピーク。かろうじて自販機はありますよっていう感じみたいですね。すごい消防層やから逆に気になるで行ってみるか。トイレはしたし。どんな感じになる。変わった構造だ。島の内側にあるの珍しいですね。そしてまあ、物の見事にしょぼい。すごい、これはね、しょぼいね。あ、男子トイレかと思ったら、女子トイレか、なぜか青く輝いてんだ。おい、案外、この辺りもあれですね。あ、ありますね。公衆電話はありますね。SFS のやつも、屋根付きありますよ。ああ、いいじゃないですか。あそこにね、ほら。屋根付きですよ。本当に以上だな。あたか。あたか。あたか、でも意外と有名なんですね、これ。あんたくとかからあたかに変形していくんでしょうけどね。トイレ行ってきましたけどね。いやートイレはねめちゃくちゃ綺麗でしたよ。後からこれ建て直して多分新しいんでしょうね。めちゃくちゃ全部バリアフリー対応とかもいろいろちゃんと設備が整ってましたし、トイレも全般的にめちゃくちゃ綺麗でしたんでね。で面白いのがこれ、ネクスコの係員の方がやってるのかな？手洗い場のところがね、なんかね、お花がね、毎日でも書いてあるみたいで、今日はこのお花飾ってますみたいな感じでね、そういうふうに仲良くしてあって、花がね、池であったんで、へーって、なんかこう、そういう小粋なのとかいいですよね。で、あとはね、なんでかね、ウォッシャー駅に使える水が、サービスで置いてありました。へーって。おしゃれ必要な方のところを
くださいみたいな感じで置いてあった。あれか、冬場とかにまだなんか使うことが多くなったりするのかな、こっちの方だと。それで、あれなのかな、わからないんですけど、まあ夏場は、でも冬場だと凍っちゃうもんね。あれか、また別かな。夏場は、に、そういう、あ、虫とかもそういうことなのかな、というね。にしても、この、内側にあるは新鮮だな。本線その向こう側ですからね。普通、上り線だったらね、スーッと入って、外側にね、だいたい建物作るのがセオリーなんで、なんだろうね。あれかな、もともとは外側にあって、あったけど、それを、建て替えて、内側に、持ってきた、なのかな。かなりちょっと独特な構造ですね。確かにその、駐車場の位置とか、出入り口の位置も確かに近いですからね。よし。意外といい。意外といい。そういう小粋なね、ところでちょっと、ホッとできますからね。ハートウォーミングです。で、こっちから、これはスマートフォンのあれかな、これ。リンピカーとか。なるほどな。旅の続きといきましょう。